ロシア・モスクワで行われるこちらのコンサート。ステージのセンターに立つこちらの歌手が珍人間なのか。別に特徴はないようだが、このあと彼の美声が会場を包み込む。声が超高い。彼の正体は超高音のドヤ顔歌手ビタス。さらにマイクを持つ彼の右腕にご注目。実はかつてその尋常じゃない声の高さに、本当は彼の声ではないという噂が広まった。そこでマイクを左右に振って音量を変化させることで自分の声だと証明しているのだ。毎日5時間用のボイストレーニングにより出すことができた魅惑の高音と独特のマイクパフォーマンス、そして甘いマスクに魅せられ、中国やアメリカなどで CD がバカ売れだという。最後は女性客が花束を渡しにステージに集まるのが彼のコンサートのお決まり。しかもこれ1曲歌い終わるごとに行われる。歌っては花束、また歌っては花束、歌いながら花束。熱狂的なファンがこれだけいれば、こんなドヤ顔したくもなるだろう。